風魔小太郎は北条の忍びである。しかしそれは過去の話、今では曲がす風として自由に吹き渡っていた。その風魔が突如受信城を制圧した。それはあたかも自らの存在を誇示し、自分を捕まえてみせろという誘いに見受けられた。奴の考えてることはまるでわからねえ。愚痴をこぼしながらも北条氏康は受信城に赴くのだった。神出鬼没の風魔が受信城に今日構えるとは、これは一体。風魔が氏康殿を招いている、それがしにはそう思えるのですが。ふん、まあ間違っちゃいねえだろうよ。この世界に来てからこっち、奴はオロチについたりなんだりで好き放題だった。契約を忘れたみてえにな。堂々と居場所を明らかにしたってことは、俺と向き合う気になったってこった。ま、ただの座興って可能性もあるが、ここは乗ってやる。風を捕まえるぞ。関東の獅子のお出ましだ、ドアホども。相手は筋金入りのお化けさんだ。何考えてんのかさっぱりわからねえ。気を張っても無駄に疲れるだけだ。まっすぐに奴を目指すぞ。この武者、足に付き合え。私が行こう。受けてみよう。受けてみよう。早速仕掛けて消えなったか。ください。宇治安殿は風魔のもとへ。父上、我らは風魔のもとへ向かいましょう。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。我が魂、燃え今こそ披露せん。ここだ。ここまでよ。引け引け。ここ敵将敵を討ち取ったり。ここだ。飛ばせ。首もらった。披露せん。一段と冴えておいでですな。後ろで気張ってる奴らがいる。俺がチンタラやるわけにはいかねえな。さすがは孫悟の虎どもだ。やりやがる。みっともねえ戦はできねえな。一段と冴えておいでですな。おお、竹騎士の方向が聞こえる。
我らも力戦せねばな。さて、そろそろお出ましか。風を捉えてみよう。どうする、うちやす。炎が迫っているぞ。朝飯前だぜ。チッ、本気で殺意を向けてやがる。私が参る。戦場の月となるのか。我が魂、今こそ披露せん。私が行こう。燃えよ。必ず報じましょうぞ。この武者、わしに付き合え。味方は来るぞ。ここだ。受けてみよう。ここだ。今の調子で突き進め。命は粗末にできん。撤退じゃ。終着至極に存ずる。盛大なもてなしだな、お化けさんよ。俺の勇気を試してるのか。どうぞ、耐えよう。ここが正念場だ。ここだ。それがしが参る。もらった。避けられるか。氏康殿の戦ぶり、たける獅子のごとくです。我らも奮戦せねばなりますまい。ここまで命がけで付き合ってやったんだ。いい加減顔を見せろや。我の座教にことごとく戻る。氏康、うぬは素直に良い子犬だ。やっと出やがった。てろよ。まれか。撤退せよ。敵将討ち取った。まあ、元から獅子は天下無双よ。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。ちょっといたぜ。おお、目を見張る
ばかりの戦ぶり。おお、一段と冴えておいでですな。それがしが参る。この窮地いかに出すか。避けられるか。おみ、散るまで戦う所存。燃え上がれ。チャリめだ。コンビニ殺しにかかりやがって。試すにしてもコンビニやりやがれ。燃え上がれ。戦場を駆け巡る様、春のつむじ風のごとくだ。吹き止まず、花の嵐を巻き起こすか。くだらぬ座興よな、氏康。お前を倒すためにいらぬ勇気を使い切っちまった。俺と再契約してくれるか、お化けさん。風も契約には縛られるのだな。風は何者にも縛られる。お二人の結びつきは契約のみにあらず、あえて申さば絆ゆえですか。その分かち難さ、錦を織りなす糸のごとくです。お前の周りくどさは糸がこんがらがるのごとくだぜ。勝ち時をあげよう。お化けさんよ、不思議なんだがな、なんだって今になって再契約してくれたんだ。この先ウヌを待ち受けるのはかつてない強大な敵、臆病な氏康が心配になってな。へっ、気遣いどう思う。ま、しっかり見守っててくれや。神さんにいい土産話ができたな。